ヌーに乗って区内の水上風景を紹介するカヌーで水路探検、リポーターの佐藤優奈です。そして今回私を水路探検に連れて行ってくださるのはこちら、亀戸カヌー万歩クラブの皆さんです。皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。それではカヌーで水路探検スタートです。おー、今回私が参加させていただいた亀戸カヌー万歩クラブは、旧中川亀小橋の下に堤防を構え、カヌーを通じて心身の健康保持を図り、会員相互の親睦を深めることを目的に活動しています。皆さんは江東区カヌーマラソンや江東子どもカヌー大会など区内のイベントにも積極的に参加、また地域の催しでカヌーの体験教室を行うなど、さまざまなイベントで江東区の水辺の魅力を伝えています。亀戸カヌー万歩クラブの池田さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はどんなコースを巡るんでしょうか。はい、ここ旧中川、普段私たちが練習しているところなんですけども、ここをずっと登っていきまして、今両岸もうちょっと桜終わりかけてますけれど、景色を楽しみながら、そうですね、ふれあい橋を越えて江東新橋の先ぐらいまで行きたいと思います。はい、楽しみながら頑張りたいと思います、はい、よろしくお願いします。ということで、まずは陸地で初心者講習。初めての人でも安心して楽しめるよう、基本的なことからしっかり教えてくれますよ。そして水上へ。少し不安でしたが、思いのほかスムーズに漕ぎ出すことができました。カヌーに慣れるため、しばらくは基本操作の練習です。もっと回りたいときはグッてそうですやれば、もっとグッとこうやるもうちょっとよく、はい、曲がり方のコツもなんとなく掴んだような、掴んでいないような。はい、 OK です。 OK いただいたのですが結構集中しないとすぐどっか行っちゃいます。楽しい。ちゃんとまっすぐ漕ぎながら風景も楽しみつつ頑張りたいと思います。さあ、ここからはカヌークラブの皆さんと一緒に水上散歩。今回は旧中川を亀小橋から北上し、江東新橋の少し先まで行ってみることにしました。はい、行ってきます。大丈夫大丈夫、いい感じだいたいいつもどのくらいのスピードで漕がれるんですか。この倍ぐらいこの倍くらい、倍ぐらいですね。今この桜と、はい、ちょっと残ってますけど、この黄色いお花がレンギョウって言うんですけども、この黄色とピンクのコントラストとかがかわいらしくて、私もいつも楽しみなんです。やっぱ春が一番景色綺麗ですか。そうですね。あ、スカイツリーが、スカイツリーが見えてきました。だんだんスカイツリーとふれあい橋が弓矢のように見えてくる。楽しみに、ちょっと漕いでみてください。カヌーならではの、カヌーならではの、水の上からしかその景色が見れないという、そんな風景があるんだ。ここに前に見えている橋が、はい、ふれあい橋って言って、30年ぐらい前にできた、あの人道橋で人だけが渡れる橋なんですよ。ふれあい橋もね、はい、
8年ぐらい前に LED でライトアップされるようになったんですよ、はい、毎月毎月色が変わるんです。夏になると8月15日にこの両岸で灯籠流しっていうのがあるんです。そうなんですね、うん、ここで、はい、ここで東京の大空襲もあった時に、はい、ここでたくさんの方が亡くなったんですって。その方たちを慰霊するので、25年ぐらい前から灯籠流しが始まって、今年も8月15日に予定です。でも電車と橋とスカイツリーと桜とっても、いろいろな景色が楽しめて、ここあの本当にロケーションがいいので、テレビのドラマとか映画の撮影とか、よくここの場所、橋が使われたりしてます、今ではカヌーが楽しめ、平和な風景が広がる旧中川。親しみやすい水辺空間は地域の自慢にもなっているんですね。亀戸カヌー万歩クラブが発足したのは東日本大震災のおよそ1年後。かつて水害に悩まされた地域の歴史と震災による防災意識の高まりをきっかけに、水害発生時の人命救助や物資輸送の手段としてカヌークラブが結成され、以降防災とレジャーを兼ね活動を続けています。まだ桜が続いてますね。結構長い期間楽しめますね。そうですね、今年は特にね。すごい。皆さんは春から夏にかけて、一番楽しめる天気もいいですし、気持ちがいいですよね。またこの川の中のこの風は、ね、感じるのは、この水の上でなければ感じられないね。そういう江東新橋まで来ました。もう私たちだとここがスタートみたいな感じ。普段皆さんは荒川との境にある水門まで行くそうですが、今回は初心者コースということで、この少し先まで、遠くまで行くのはもっと上手になってからです。ここから先は実は墨田区なんです。あ、そうなんですね。両岸があの橋がここの江東新橋って言って、なんだろう、蔵前通りにかかってる橋なんですけど、こちら側が江戸川区で、こちら側が墨田区です。じゃあここで分かれてるんですね。この川は、はい、川は別にどこの区のものでも。旧中川は荒川放水路の開削により中川が分断されてできた川で、江戸川区、墨田区、江東区の区境を流れ、再び江戸川区小松川で荒川と合流しています。江東新橋の北側、江戸川区平井の河川敷に、旧中川の治水の歴史を物語る笠上げ護岸が残されています。かつてこの辺りは工業地帯として発展し、それに伴う地下水の過剰な汲み上げにより地盤沈下が進行、海抜ゼロメートル地帯となった町を水害から守るために繰り返し護岸のかさ上げが行われました。現在かさ上げ護岸はその役目を終え、河川整備の完成を記念する遺構として、また防災意識の継続を目的に、その一部が残されています。昭和30年代は台風で決壊したりとか、本当に汚れてた川だったらしいです。それを江戸川区江東区がきれいに護岸を整備して、きれいな公園に生まれ変わった旧中川。この日もたくさんの人が水辺に親しんでいる様子を見ることができました。また出発してからおよそ1時間、もうすぐ折り返し地点です。
墨田区と江戸川区を結ぶ平井橋が今回の折り返し地点です。みんな待っててくださってる。お待たせしました。2.2キロ。2.2 キロだそうです。お疲れ様。でもすごいですよ、2.2キロ。いや疲れました。そうですね、最初漕ぐのに必死すぎて乗ったんですけど、でも景色を楽しみながら、ね、そうです ね、だから疲れはあんま感じてない。あ、そう、よかったよかった。はい、ということで今回は余力のあるところで引き返します。向かい風です。そうですね、息よりもちょっと力が必要な。必要です。ただすごく気持ちいいです。気持ちいいですね。すごい風を切って走ってる感が。そうです。帰り道ものんびり景色を眺めながら進みますよ。わあ、なんかいい時期にカヌー体験。一番いい時期だったかもしれません。いや、楽しいですね。そうですね、この旧中川ならではの魅力っていうと、はい、やはりこの周りの景色ですね。四季折々に景色変わるので、それがすごく楽しみというか、あとやはりそうね、そのこのシンボルみたいな、そこの目の前のフレー橋とか、さっき申し上げたようにスカイツリーが望めるっていうのも、ここの川ならではの特徴というか良さ。じゃあカヌーと出会ったからこその発見だったっていうことですね。そうですね、本当にカヌーに乗るようになってから初めてこの川の景色の素晴らしさ、あ、こんないいところに住んでたんだと思って、もう本当に恵まれてるなっていうふうに感じてます。多分普段普通にここを歩いてたら、はい、この自然の香りだったり、うんうん、鳥のさえずりとか、この水をかく音とか、そうですね、そういうところ意識なかなかいかないですもんね。そうですね、景色や音、風の感じ方など、水に浮かんで初めてわかる感覚はとても新鮮で、これもカヌーならではの魅力かもしれません。さあ、往復約 4.4 キロ、およそ2時間かけて発着地の亀子橋に戻ってきました。到着です。着いた、ありがとうございます。いや、もう初めてのカヌー体験で、最初は漕ぐだけでもう精一杯で、ただもう皆さんに所々でアドバイスをいただいたりして、無事戻ってくることができました。そして景色が本当に素晴らしくって、こんな香りだったり音だったり、鳥がいて魚がいてっていう風に、そういったところまでこう意識を向けられたことって今までなかったなって思うくらい、このカヌーならではの景色を楽しむことができました。そしてのんびりとした気持ちで特等席っていう風に感じながら、桜も楽しむことができて、もう今日は大満足の一日でした。ありがとうございました。今回は亀戸カヌー万歩クラブの皆さんと一緒に旧中川を巡り、街の中にもこんなにも自然を感じられる場所がある、カヌーで感じられるということを知ることができました。終始私もワクワクでいっぱいの旅となりました。いや、簡単な、ね、レクチャーを受けましたけども、もうさすがに若さというか覚えが早くて素晴らしい100点の漕ぎ方だったと思います。ありがとうございます。お疲れ様でした。皆さんからアドバイスをいただいて、そして声にも励まされて、本当に楽しい贅沢な時間を過ごすことができました。水彩都市江東区だからこそ味わえるカヌーの魅力、それでは次回のカヌーで水路探検もお楽しみに。